なんかどっかにテープない？こっちの方に。登っちゃったよ。おお。からずーっと登ってここが山頂で、ここからひーっと来てなんかわかんないけどここまで降りてくる。明けましておめでとうございます。もう言わんのにおはようございます。今日は福岡山に登ります。ゴー。おめでとうございます。今回は岐阜県福岡山に登ってきました。途中道迷いに苦戦しながらも楽しいトレッキングとなりました。それではどうぞ。気温は1度ぐらいになって寒いです。お餅食べ過ぎたから、ずっとこういう感じかな。なかなか登りますね。登山口の反対側に東屋があるんで、ちょっとまた休憩をしてから急登に備えます。あら素敵。メガネも入ってる。なんかでもちょっとすごい曇ってるか。落とし物の鍵かな。まだ4分の1ぐらいです。今から登ったからね。アスレチックも。じゃないんだね。右に巻くんだね。
なまない。あ、なかなか急登だね。よっこらしょ。あった道。それこっちだ。逆逆戻って。落ち葉が積もってて道が分かりづらいところがあるんで注意して登ってください。さっき書いてあったノートにも道迷ったって書いてあったから、時々山っぽをチェックしながら登るのがいいと思います。
伐採 してるもんで分かりにくくなってるだけだと思う。一応上に向かってピンクテープが、うん、まあでもどっちもどっちかな。険しいことに間違いないです。こっちかなっていう、ほんとうっすらついてるぐらいだもん。え、どこ？うんこの大群？何のうんこ？鹿？おーい、目印もあるけどさ、こういう浮き石みたいなとこもあるしね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと左の方だと思う、道は。マジ？でもそんな大きくずれてないんだけど、一応その線上にはいます。テープついてるのにね。どう？まあでも大きくはずれて、あ、ずれてるずれてる、やっぱり。お前に戻るか。気をつけてね。危ないし。ラック。ラックって自分が落ちてくる方なんだけどさ。また汗が吹き出しちゃう。はい。もうちょっと行ったとこで、顔に傷だけは。おお、ナイス。谷を右に行っちゃいけないんだね。怖かった？そばっかり。こんなアドベンチャーになると思わなかったですね。あんなに最初道は明瞭だったのに。旗？ちょっとさ、これ登り切ったらさ、お茶飲んでいい？なんかもう変な汗かいたしさ。あ、道になってるよ、こっち。やっぱり左に出ればよかったんじゃん。あのピンクリボンね。うん。あの時。うん。さ、あっちのピンクテープを。うん。あれちょっと分かりづらいですよね、あの、うん。先にあっちのテープがあるからさ。木に大きく巻いてあるのは。うん。同化してるもんね、もうだって。すごいガスってきた。ガスってきた。なんかガスも出てきて。まあまあな急登も続いてます。ちょっと山頂の眺望が期待できなさそうですけど、あとちょっとなんで頑張ります。いやいや、風も出てきたし、ちょっと寒そうです。真っ白だね。
そうだ。こっちにちょっとだけ雪残ってる。登山道は大丈夫そうだけどね。向かう先はどうもこんな感じだね。あ、本当ですね。なんか明るいですよね、下。今ちょうど厚い雲かなんかかかってるかもしれないですね。抜けたら晴れるかな。ちょうど、あ、本当だ、すごい綺麗に見えてる下。どういったことだ。あの、気温の差が激しいのかもしれない。ついに山頂が見えました。わします。冷えました。
べたけどすぐに体がキンキンに冷えて、気をつけて下山します。めっちゃいいです。岩盤浴。団子コーナーの充実がすごい。